お母さんからね、うん、さっき言うたあメールが入ってたんですよ。さっき言ってました、ちょっと前なんですよ。3月21日3月21日にメールいただいて、おかんから、うん、で、なんかの仕事ロケ見ててね、うん、あの僕の格好が薄着やったんですって。ああ、はあ、で寒そうな格好でロケして、あんたは何様やと。えちょ、 ね、 ね、姿勢も悪いと。なんかおかんの中では薄着があの生意気ちょっとおかしいならしいです。なんかよう分からないですよ。薄着で風邪ひくであんた大丈夫じゃなくて、うん、薄着であんた何様や。そうそう、変わってますね。で素人さんと絡むロケやったと思うんですけど、うん、ちょっと僕のツッコミがおかんからしたらきつかったみたいで、おあんた何でも言うたらええのんと違うで、うーわ厳しい、みんな引くわとね。で余命4ヶ月の最後のアドバイスって書いてあるんですよ。え、お前のおかんってこと？これがわからないんです。そこから返事とか打ってないの？僕打ってないんです。僕のおかん昔からよう言ってたんですよ。私はもう死ぬと昔からかい。昔から美人白目やと言うとったんですけどおうおうおう、ここまで具体的なね、余命4ヶ月っていうのは初めて、初めてなんです。余命4ヶ月の最後のアドバイス、うん、で実るほど頭を垂れる稲穂かなっていう、なんかこのことわざみたいな最後に一つ添えて なんでそこちゃんと実るほど神戸じゃなくて頭ってそこだけちゃんと分かりやすい言葉なんや。ほんま神戸を垂れるやろ。あ、これ神戸で、神戸って読むか。頭って書いて。え、頭って書いてあるわ。何やねん。言葉でアレンジすんなよ、おかん。でもこのね。いや、ちょっと心配やん。今までね、美人白目は死ぬねん。誰が美人やねん、おかん。みたいなことをずっと言ってたんですけど、子供の時から。うん。嫁よ、おかげするのは。ねえ。ちょっと。僕ちょっとね、返信めんどくさいからしてなかったんですけど。お前そんなメール見てよ、返信めんどくさいってなるな。パンツ1枚お前減らしてんねんとおかんの。いや、まぁこういうコーナーを設けていただいてんやったら、ちょっと実家の方に電話させてもらいますね。マジで？ええ。この、まぁ起きてるでしょ。実家ですわ。プロレー言うてますね。電話代は払ってる証拠ですよ。何の説明やん。この電話は、はい、電話とファックス。はい、もしもし。おぉ、おかん。はぁ。ああ、おかん、この間メールくれたやろ。はい、偉そうにしたらあかんみたいな。え、偉そうにしたらあかんっていうメールくれたやん。うん、はいはい、まあそれはそれで偉そうに見えたとしてやな、うん、余命4ヶ月の最後のアドバイスって書いてあるんだ。あんたが言うたやん、ラジオで。誰が？あんたラジオ出てたやんか。俺が？コロシアムかなんかでお笑い。あ、京都のラジオやな。うん、うん、そうや、そう書いただけの話や。誰の余命が4ヶ月って書いてんの？あんたうちで言うたやろ。おかんがあと4ヶ月で死ぬって言うたの？ああ、あんた。ああ。冗談で言うたやつかいな。なんで？いやいや、どういうことなんかなと思って。あんたが余命4ヶ月や思た。いやいや、なんで俺が思うねん。心臓悪いし。いや、心臓悪いしって。まあ俺は心臓悪いような気がするというだけの話やな。もう治ったもんな。まあまあまあ、ええわええわ。なんでや。いやいや、余命4ヶ月がどういうことかなと思っただけ。あ、そうか。はい、はい、仕事忙しいですか？ああ、まあまあ忙しいよ。なんか映画のコマーシャル出てた。ああ、出てたよ。ああ、おかん、ほんでこれ今ラジオやね。あ、ほんま、あれちょっと待って。いや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 、お母さんちょっと待って、何するんですか。化粧を直すみたいな勢いです。これラジオですから、もう流れまくってますよ。僕ブラックマス小杉です。あ、小杉さん、いつもありがとうとか言って。お母さんによろしく。声のトーンスコロッと変わった。お世話になってます。あ、ありがとうございます。今ね、はい、これね、オールナイトニッポンワールっていう全国ネットのラジオですよ。あ、本当ですか？はい。あ、冗談でしょ。いや、声流れてますもん。嘘や。北海道からもう南の方までどんどん流れてますよ。あ、嘘でしょ。ほんまです。え、小杉さんのお母さんにじゃあ代わって言ってもらってよ。なんで分からない。小杉のお母さんにも同じ運命に合わせてあげてますよ。いやー、なんかね、はい、メール送ってくれたみたいで、はい、薄着で、偉そうっていう風にメールが入ったの、どういうことですか？まあ、薄着でロケね。薄着でロケしたら、ああ、そうそう、いつも姿勢が悪くて寒そうにしてるからね。そうやったらあったかい格好せいやという。そうですね。いやー、もう、まあまあまあ、これ日本全国に流れてるラジオですから、はい、あんまりそんなね、はい、素人さんに何分も喋らす時間ないんですよ。
前がかけたんやんけ、きっと。小杉さんのお母さんによろしく。何か言うんですか、なんでどんだけビビってんねん、小杉のお母さん。小杉さん、ありがとう、いつも。あ、ありがとうございます。はい、すいません、はい、お世話になってます。ありがとう、急にごめん。はい。はい、ねえ、これや聞いてみな、わからん。なんか喋ってなかった、今、おかん。大丈夫喋ってなかった、やっぱりね、これ、一言最初に、言うとくべきやったな、つなげる前に。今からラジオあるから電話するでって本番前に。かなり、蓋を開けてみたら、あ、そういうことかいなっていう感じでしたね。うん、もうお前のおかんかけてみや。俺のおかん言ってたやんけ。なんか俺が心臓悪いまで言いよったやんぞ。いや。俺が心臓悪いっていうのは、僕、なんかテレビでもちょっと言ったことあるんですけど、冗談半分、本当半分でね。僕は心臓が、なんで動いてんのかわからんと。うん、なんで動いてるのかわからん筋肉なんて、うん、自分が意識してない時に止まる時があるやろと、うん、それが不安で仕方ないんですみたいな話をしたね、さんまのまんまとかでやらせてもらったね、してた、うん、そういうことを言ってるんですけども、ね、はい。